おはようございます。おはようございます。今日はね、キキさんにカメラ回していただいてるんですけれども、今日は、お寺を離れてですね、紹介シリーズになるんですけれども、今、来てるのは、鳥取県ですか。鳥取県根府町ですかね。根府町、まあ根っこに雨って書いて根府町って言うんですけど、そこにある今日はキキさんの、案内でですね、来ているのが、こちら、日本一小さな蔵美術館と書いてましてですね、まあ、あの東郷平八郎さんの書があったりとか見れるんですけれども、まあ、当然我々がそ、ね、まあ、それをメインで来るわけもなく、今回我々がですね、来たのは、ちょっとじゃあこっち、じゃカメラだけ分けていただいて、僕はいいんです。こちらですね、今あの美術館の目の前に、入り口になるんですけれども、こちら紡ぎと巡るネウの街デジタルサンプラリーって書いてまして、駅メモですか。駅メモ、はい、駅メモっていうアプリでねやってるキャラクターの、 あの、まあ、デジタルサンプラリーですよね、やってて、ここに来ると、まあ、この期間内に来るとこの紡ぎちゃんのこの衣装がいただけるということなんですよね。なのでこの衣装をいただくためだけに、ここに来たということですよね。はい、そうです。これがやっぱオタク魂なんですよ。はい、普通の人からじゃ理解できないのかもしれませんけどね。まあでも、ある意味なんか、立派な方が言う、なんかそのね、あのポケモンとかね、ドラクエウォークでしたと思うんですけど、ここに行けばなんかね、ロトの追加がもらえるみたいな、そんなイメージだと思います。はい、でね、こうやって、まあなんかいろいろ話聞いたらね、いろんな、まあ、それこそ温泉娘さんとかね、今日この後行くんですけど、まあそういうところとコラボしたりとか、結構なんか、僕の知らないところで、いろんなそういうなんかね、もう8年って言ってましたっけ、これ。そうですね。ね、8年やってるっていうんで、全然びっくりしたんですけどね。で、今から小井くんさんに金持ちテラスってことで。あ、そうです、そうです。ね、金持ちテラス日野っていうのが行って、まあ、グッズが売ってるのなので、そこ行ってみようかなと思いますね。いい名前ですね、金持ちテラスってね。ですね。さっきあの、金持ち神社って一年もあったんですけども、まあ、お金が好きな方はね、一度行ってみたらいいかなと。ですけどね、なので今日はですね、この鳥取から、スタートして、まあ、島根とかちょっと中国地方を回ろうかなと思うので、まあ、ちょっと行った先でね、ちょっとずつ、まあ、2、3分ぐらいちょっとカメラを回してね、紹介していきたいと思います。ちなみに今回の大きなイベントは明日ですね、明日行われる、玉造温泉での、温泉娘さんの、 あの特徴ですね。4人あの生産が来られてですね、まあ、当然その模様はお見せできませんけど、当然できないんですけど、まあその前後でね、ちょっとカメラを回して、まあ九州もね、温泉娘、あのそれこそ温泉閣のね、マスターがね、今頑張ってますけれども、まあその辺にも何かこういいヒントを持ってかれたらいいなというね、あくまでお仕事で来ているという体でやってますけどね、まああのお仕事ではありますけど楽しんでいこうと思いますね。キキさん、今後ともよろしくお願いします。お願いします。といったわけで、今回鳥取県からスタートします。よろしくお願いします。はい、といったわけで、今度はですね、根府の蒸し鶏観察小屋、はい、ここでもね、駅メモの取れるんですよね。まあそのスタンプを使うんですよね。デジタルサンプライヤー、はいはい、で、まあちょっと実はこの向こうにすげえいっぱいいるんですよ、おしどりとカモが。今映像を出しますね、はい、今多分流れてると思うんですけど、おびただしい数のね、おしどりとカモがいて、近くに行くとあの逃げちゃうので喋れないんで、今ね離れたところで撮ってます。でですね、ここに今ねあるんですよ、これがあの観察小屋なんですよね。この中に入ると、まあ、暖房が効いてる暖かいところ、今これ0度ですから気温寒いんですけど、中に撮れるんですけど、でこの中にさっきのねこのパネルがあるんですけど、まあ、パネルを見ると300円かかるんですけどね、はい、それをどうするかっていうのを悩んでるところです。見れなくはないんですけどね、あの窓から見えるんですけど、まあ、実際生に見るのかどうかっていうのを迷ってるんですけど、まあ、ただこの次に行くところにまたパネルがあるという話を聞いてるんで、まあ、そっちの方でちょっと見ようかなという話になってます。本当にねすごくいいところで、はい、想像してたよりもすごいいっぱいいるでしょう。ね、そう皆さん見ていただいてると思うんですけど、面白いですよ。まあ、なんかねいいっすよね、こういう焼き芋でも何でもいいんですけど、なんかキャラクターつながりで、キャラクターいないとまず来てないって可能性が高いので、やっぱカメラ持ってる方がすごく多いんで、来てる方もね、皆さんこんなカメラ撮ってます。僕らだけです、携帯撮ってるの、こうやって撮ってる人はね、まあ、そういうとこなんですけど、まだよかったらぜひ来てもらえたらと思って、はい、じゃあ次は、このパネルを見に行こうと思って、よろしくお願いします。というわけで、やってきました、甲府町ですよ。甲府町、まあ、通称エビちゃんのとこなんですけど、これエビ駅ですかね、甲府町のエビ駅、はい、で今見て分かると
ここが、観光協会さんですね。でこれがエビちゃんです、はい、こちらのねエビ町のキャラクターですよね、はい、でも分かる方は分かると思うんですけど、一心寺のね第29番館の、ここねあきらちゃんを描いてくださってるモリクさんが手挙げてるキャラクターです。あと実はこちらのエビちゃんのイラストの実は、関係で今回ねこちら頼んだんですよ。まあ、このエビちゃんを愛している白愚くんという方にね、白愚くんが森木さんをぜひということで、推薦してもらって今回書いていただいたんですよね。で初めて私もここに来れたので、まあ、今回結構大きいです。ここに来たいなって僕は大きかったので、まあ、せっかくだからということでですね、連れてきていただきました。まあ、後ろもね今奥大山の、エビ駅ですかありますけどね、ちょいちょいなんか上にエビちゃん の, あのお祭りとか年に1回必ずねお祭りがあって、ああいう新規のイラストでね描いてらっしゃるんですけども、なんかさっき聞いたんちゃう昔集めなんか8万円ぐらいのね巨大食べ過ぎがあったっていうのがあったんですけど、それはち今はないという感じですけどね。まあ いずれにしてもやっぱさっきのねまあネウもそうですけど、本当に鳥取県のキャラクターがたくさんいますよね。まあこれから温泉娘もそうだしね、まあ、北郎空港湖南空港っていっぱいありますしね本当に面白いところです。じゃあちょっと今からね中入今から入るんで分かんないですけど、ちょっと中の方に入って、まあ、カメラ回しよければ回すかもしれませんけど、ちょっとじゃあ行ってみましょうか。はい、中で箱6待ってますはい、というわけでね、撮影機終わりましたので、観光協会さんだったらお届けしております。まあいろいろね言いたいこともあると思うんですけど、まずあの遠藤さんの紹介しようと思うんで、はい、あの観光協会の遠藤さんです。おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。開けてもらったんですよね。あ、いやいや、あの大丈夫ですか、はい、お待ちしております。なんか箱6がなんかね事前に言っていただいたので、はい、事前に言ってもらえれば開けます。すいません、ありがとうございます。ね、箱6の紹介で森久さんはね、まあ、もともとあのあちらの恵比町のね写真集をいただいてて知ってはいたんですけど、で誰かおすすめの絵師さんいるかいって話したら、ぜひ森久さんでってことで、はい、今回森久にお願いしたんですけど、すごいですね。ありがとうございます。はい、うちも森久さんに知るんですが、そうですよね、僕もあのお仕事ねさせていただいたんですけど、すごいいい人です。そうですね、めちゃくちゃ、めちゃくちゃいい人ですよね。すごいすごいすごい、あんな人いないですよね本当になかなかいないですよね、そこまで普段ツイッターとかでもなんかすごくなんか、ね、絡んでくれて、人はすっごいって言ってきた人は失礼かもしれないけど、すごくやりやすかったです。あ、はい、じゃあ仲良くさせてもらいます。ですよね、多分お世話になって多分僕も今後多分またいろいろとお仕事お願いすることもある感じですね。まああのね、うちのキャラクターもあれをほとんど考えたの箱六ですからね箱六くんがこういうのがいいって言ったほとんど僕の意見は、ね、入ってないですプロデューサーねそうですね。まあでもどう箱六くん、まあ、声だけでいい、あ、映してあげると、まあ、できて自分のちょっとこうイメージ通りだった。そうですね、まあイメージ以上イメージ上、ね、はい、まあすごい良かったです。ああ、ね、自分喜んでいただけたのも自分もありがたいですね。でまああれですよね、エビちゃん自体がもう 10年、エビちゃんがそうですね、今年で10年、はい、すごいですよね。今10周年のここに10周年、はい、タオルがあって、でさっきちょっとねカメラ映してましたけど、毎年お祭りがあるんですよね。そうです、あの、はい、エビ十七夜っていう、はい、まあ、この辺で500年以上続くお祭りなんですけど、うん、これのイメージキャラクターで最初2012年かな、これが一番最初のやつです。あ、そうですね、10年前最初のやつ、はい、でこっからちょっとあれですよね、どっかでタッチしてるんですよね、イラストが。そうですね、そうね、最初だけ本屋だけ森さんじゃないんですよ、イラスト自体がね。そう、最初は違う人ですよね。10年から森さん10年続けるってすごいですよ。うちまだ予約4年ですからね、すぐ5年っていう感じで、ね、10年続けれるかって途中ちょっと危ない時があったんですけど、ね、ああでしょう、やっぱり頑張ってくれた担当の子が、ああそうね、担当の子とかね、やっぱりもうやる気っていうかね、そうそうそう、それが大事ですもんね。ファンの方はやっぱり当然続けてほしいけど、なかなかね現場の人がね、こういうキャラクターものね、そう、やっぱりいろんなことを継続も難しいですよね、予算とかもあるでしょうし。今エビちゃんはあの、はい、観光大使に
なりましたので、まあ、しばらく安定はい、そうですね、観光大使だこっちの方は結構多いっすよね、そういうのね。そうですね、はい、3位初だったかな、VTuber になったのに。あー、ファンの人が、みんなすごいいい人なんですよ、ですよね。うちもやっぱキャラクター作ってもやっぱファンの子いなかったらやめちゃうもんな。さすがにやっぱなんか折れちゃって。これ等身大パネル切ってるんですか。切ってるっていうかもうこれはもうあれですよ、はい、貼ってるだけです。ですよね、貼ってるとまあ置いてるような感じですね。あー、なんで取れますね、これ。はい、取れます。この間あの、はい、エビちゃん店やった時も、はい、ここから取れてきたりして。あー、置いてるだけです。あー、引っ掛けてますね。うちもこんな感じがいいですね。うちのパネルもね、あ、これ置いてるだけだからまず何体か、はい、こうやって足なくていいですもんね。そうです、そうです。うちも足がないパネルがあるんで、どうしようかなって、そういうやり方がありますね。あの、どこでも連れて行けて。さっき遠藤さんのご厚意で、ポスターいただいたんで、西新宿の売店の方に貼っておきますので、ありがとうございます、はい、お寺来た時には皆さん、そこで見ていってください、はい。あ、ここに来た時はなんかその、はい、あれだ、欲しいグッズとかリクエストいただければ、はい、あ、こういうのが欲しいですとか、はい、作れるものはどんどん作っていきます、はい、お客様ファーストファーストいや、ただまあありがたいですよね、そういう声があった方が。なかなか作る方は、何作じゃないんだろう。ファンに支えられてこの街が動いてるところもあるお祭りが毎年8月17日で固定なんで。あ、もう17日で決まってるんですね、曜日関係なしで。そうですね。あ、なんで毎年来てもらえればありがたいです。そうですね、ちょうどまあお盆が過ぎてるんですね。そうですね、ちょっとで日にちは決まってるってことはいいですね、曜日関係ないって。そうです、大体普通前後しますもんね、金曜とか土曜とかに やるので。このガチャなんですか、さっきピーとかして。これははい、10周年ガチャとかですか。子供がするガチャガチャで、はい、中には ABC とか賞、A 賞、B 賞、C 賞。これは春のひな祭りのイベントの時にですね、はい、1回10円で10円やったんですけど、子供長蛇の列が、まあそうでしょうね、はい。もう1個あるんですよ、そっちはエビちゃんのキーホルダーとか、はい、ストラップとかがあるやつで、はい、もう1個あるんですよ、それが今出張で。出張で、たまになんか来るんですよね、出張で。なんかさっき言ったパネルとかに、ね、なんかそうですね、全体になんか見られないパネルとか。この間も母ちゃん、ね、僕大生も行ってましたん、ね、で、僕引いてきましたよ。イベントがあったら、はいはい、出張したりして、うん、あとは、まあ、今年はエビちゃん店とかもしたりして、あそこもスタッフです。後ろにある大正ドラマみたいな、うん、パネルがあるんですね。住職自ら編集してるんですよ。編集から全部すごいっすね。さっきの動画とかも全部撮ります。台本書くとか全部やったんです。一応そうなんですよ、また趣味、趣味ですけどね、趣味の延長、キャラクター自体が趣味の延長なんで。そうなんです、ね、じゃないとできないし。それで 4年目ですか。4年、もうすぐ5年。さっき声聞かせてもらったんですけど、はい、ぴったりでした。あ、陽子さんですか。あ、イメージ見たぴったりの声でした。ちょっと難しかったんですよね、勇ましい勇猛な観音様みたいな感じで、ちょっと何人か、でも結構多かったよね。120人は来ましたもんね、すごいっすね。すごいっすね。毎月公募するんですけど、毎月増えるんで、うちキャラクターが地獄みたいな日々を送ってるやり始めたものやっと終わる、やっと2月で終わる。すごいやっぱ人気あるんですよ、しかも。あ、そうです、人気あるんです、アキラちゃん人気ありますね。やっぱ和風なのが非常にまたいいんだっていうのかもしれないですけど、なんか新規の方も多くて、で女性から結構評判がいいです。男性からもあるし、女性からも結構やっぱ一応でも萌え感度だから結構男性ファンが多いんですよ。言ってます。可愛い女の子だったから。でもなんか森さんのイラストってなんか男女関係ないですよ。女性からも支持されるのですごくいいな。というわけでこれでね、温泉協会、ああ観光協会さん来てますけど、常に空いてるわけじゃないですよね。そうですね。職員が少ないんで、はい、ちょっと出かけたりするともう閉めちゃうんで。うん、まあ最初に電話なんかしてもらえれば。はい。します。だから特に遠くから来る人はね、ちゃんと時間通り来てくださいね。ね、
来るって電話あったけど来ないんだけどって一番困るからさ、うちもそうなんですよ。必ず、ね、ちゃんと行くって決まってから電話するなりね、やつにしてもらえたらありがたいですよ。そんなのガチガチだったり、そうですよね。っていう感じで、まあ、その会いたり会いたかったりですね、してますので、まあ、どうしてもね、来たい、見たい方は、一言断ってから来ると、またね、なんか見ててもらえるんじゃないかなと思います。一応、まあ、さっき言ったみたいに、ここにね、あのグッズの方もありますんで、もし、ここにないやつで、なんかあれば、ね、リクエストすれば、作ってくれるかもしれない。ただ、リクエストしたからには必ず買ってください。絶対っす。これ作ってくれて、作ったものの買いに来なかったら怒りますから。あったりしますんでね。ぜひ何かあれば、またね、あのこちらの方に来ていただけたらと思います。はい。じゃあ今日はすいません、金曜からず。ありがとうございました。ありがとうございました。お待ちしてます。こちらこそよろしくお願いします。はい、というわけで、帰ってきました、石井です。甲府町にね、行ってですね、美ちゃんの、ポストカードをね、いくつか、買わせていただいたんですけれども、ポストカードでエマかな、買わせていただいたんですけれども、まあ、帰り際にですね、江戸さんの方から、よかったらこれもということでですね、いただきました、こちら、エビ十七夜、17夜かな、言い方が、すみません、こちらの、今年のね、ポスターをいただきましたので、まあ、向こうにね、うちのアキラちゃんも飾っていただいてますので、よかったらうちもちょっと貼ろうかなと思ってですね、こちらに売店に、来ております。先日ね、動画で、天井が抜けたというね、動画を作った売店ですけど、まあ、普段はね、営業してないんですけれども、まあ、4月の桜祭りとか夏祭りとかそういう時に営業しますけどね、ただまあ、どなたにも、見れるようにはしてますので、こちらにね、貼っておこうかなと思います。いいですよね、毎年こうやって新しいポスターができていくっていうのが羨ましいなと思います。うちもね、毎年ポスター作ってるんですけど、どこに行ったかわからないですね。作ってるんです。まあ、キャラクターができてから3年、4年ぐらいなので、初年度がスイちゃん、で2年目が天馬ちゃんっていう感じですかね。それから作ってないですよね。あのコロナがあって、あんまりそのお祭りができなかったので、それからポスターを作ってないんですよね。日付だけあの上から訂正して使うっていう感じだったので、しばらく新しいポスターは作ってないなと。でも最初のね、ポスターもすごいあのスイちゃんの人気ですぐなくなっちゃいましたね、あれプレゼントしたらですね、はい、で、今回こうやってエビちゃんのポスターを貼らせていただきました。リシンジのね、売店はいつでも空いてます。空いてるとその営業はしてないんですけれども出入りできますので、まあ、いつでもね、見ようと思ったら見れますので、だったらこちらの方に貼っております。でね、これですよね、エビ十七夜のこのお祭りの日絶対変わんないらしいです。あの曜日で、普通で曜日で変わるじゃないですか、土曜日にこうやろうとかあると思うんですけど、これはもう絶対この日なので、8月17日に絶対その祭りなので、皆さんもよかったらぜひ、この日あの、ね、お近くの方がやっておられましたらですね、ぜひ遊びに行ってもらえたらなというふうに思っております。ここの絵あきらです。最後までご視聴いただきありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録、高評価をいただけましたら光栄です。